わざとかあいつとも皆さん、マッチャデッドマーキュリーです。トゥームレイダー2013プレイしていきたいと思います。さてと、行きましょう。違う、こっちから来たんや戻って、 My shotgun should do the trick. ショットガンで、壁を開けれるみたい。やっと手に入ったかって感じですけどね、ショットガン。頼れる銃でございます。さあ、いよいよ、もう W 杯開幕が近いですね。昨日日本代表はパラグアイ代表に4対2で勝利したんで、まあまあまあめっちゃハッピーなんですけど、 E3 も開幕中でね、いろいろ新情報出ております。 Twitter の方に情報を手に入れ次第つぶやいておりますけども、面白かったらチェックしてみてください。で、明日ね、木曜日ラジオだと思うんですが、明日のラジオの時に、E3 の情報は全て総まとめしたいと思います。敵がいる。盾持ちとか関係ないから一撃でぶっ飛ばすショットガンの威力。まあ、この近接攻撃を仕掛けてくる敵は比較的対処しやすいんですよね。ショットガンを撃てばいいだけなんで。ただし、まあ、向こうもショットガン持ってたりとか、なんかね、鎧つけてたりする敵は結構対処しづらいよね。シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーのゲームプレイ映像デモ、ゲームプレイデモも出まして、ジャングルの森の中で、ステルスシーンがもうこれ映像出てます。もうまさにプレデターのようにジャングルで一人一人敵を倒していくという、もう本当見ていて興奮しますね。シャドウ・オブ・トゥームレイダーが、2019年9月14日発売ということでしたよね。ただなんかスティーム版だっけ、アーリーアクセスができるエディションが確かあったはずなので、そのエディション購入する予定なので、ちょいちょい早めに YouTube にアップロードできるかなと思います。もちろん完全ステルスでいきますので、シャドウたちも最後の間を完全ステルス、まあ、どこまでステルスできるか分かりませんけど、おそらくトゥームレイダーシリーズなんで強制戦闘シーンが必ずあると思う。まあ、ノーデスランでいこうかなと考えております。どうやねん、うわ、私の大嫌いな謎解き。ラストオブアスのプレイ映像のプレイデモ出たんですけど、ラストオブアスのプレイデモとね、トゥームレイダーのプレイデモと結構似ていたんですよ。この距離ショットガンはきついか。危ない。まあ、ショットガンを接近して撃ってこそ威力を発揮する武器だと思ってる。まだおるわ。距離がちょっとでも空くと、本当ショットガンって威力落ちますよ。多分ショットガンのアップグレードがより長い距離を戦うことができるみたいなアップグレードがあると思うので、それをいち早く取って、
普通はこれでもう認識のダメージを。やばいやばい。グライスト。カモン。うお。おお。あ、サムから連絡が来た。あなたの声が聞けて嬉しい。私も。他のみんなも一緒？いや違う。敵の兵士からラジオを盗んだ。私は誘拐されたの。なんだってどこにいるの？どこにいるかわかんない。古い日本のパラスにいる。炎の儀式についてずっと話している。ただ私怖い。やばい、誰か来た。隠れないと。まあ炎の儀式ですね。ロスいる？今度ロスに連絡するね。パラスに向かっている。他のみんなもそこにいるようだ。私もそっちに向かうから一緒にパラスに行きましょう。 OK、 ロスと合流する感じですね。ベースキャンプよいしょ。コメントにも何個か前のトゥームレイダーの動画の時にコメントにもあったんですけど、このララフクロフトが使っているアソルトライフルってあのレンボーシックスシージン、まあ、ゲームあるんですけど、そのシージンに出てくるフロストっていうキャラクターがいるんですけど、そのフロストが使うキャラの銃にめっちゃ似てるっていう。ちょっと銃の名前忘れましたけど。敵が1、2、3人。ただちょっと今会話してるので、会話が終わるまで待とうかな。本当ステルスアクション勢ぞろいで、今年の E3 はね、まあ、毎年 E3 チェックしますけど、2016年ぐらいからチェックし始めたんですけど、まあ、それぐらいからゲームやり始めたんで、本格的に。2018の E3 が今のところ多分一番やばいと思いますね。その新作のラインナップがすごい。少なくとも去年よりはすごいと思います。まれじゃないかな、あそこまでのラインナップ。まあ、2015年は AAA ゲームが出まくったんで、まあ、だから2014年の E3 なのかな、まあ、すごかったと思いますけどね。2015年なんてさ、メタルギアソリッド5でしょ、ウィッチャー3でしょ、フォールアウト4でしょ、でライズ・オブ・ザ・トゥーム・レイダーでしょ、レインボー・シックス・シージでしょ。2015年はもうね、ほんとすんごいゲームいっぱい出た。あの時はまだそこまで本格的にやってなかったから、ちょっと 早めにやっときゃよかったなと思ってるんですけど。ほい、さ
タルトライフルのリコイルをナイスが制御するバレルをつけた方がいいかもしれない。サムから連絡が来た。サム、さっきの危なかったわ。彼らは私をどうしたいの？よく聞いて、私は今からあなたを助けに行く。お願い、助けて、ララ。約束する。約束するぜ。おい、彼女、お前のラジオを撮ったぜ。まあ要するにサム捕まっちゃったって感じですね。彼女俺のラジオを盗んだぞっつって、そのまま捕まっちゃいました。 Alright Then アイテムとりあえず探して、サムを助けに行こう。今のところ今年に入って一番面白かったゲームは、まあ今もまだ現在進行形でやってるんですけど、ゴッドウォーダーですよね。こんなんご利用していくしかないからな。こんなところステルスできませんが、どう思う？オーライト。ナイスアンドイージー。イージーピージージャパニーズ。デトロイトも面白いけどね。でも僕はやっぱアクションゲームが好きなんで、ゴッドボーが一番好きですかね。今年発売されたゲームの中では。まあおそらくその記録は2018年の9月に、まあ、変わるでしょうけど。トゥーブレイダーが出るんで、もう4年待ってたね。じゃあ3年か。3年ですね。No way around. I've got to cross.ショットガンの威力、この体勢でまずよう打てるよな。オーケーじゃないね、これ。カモンカモンカモン。おお。まさかのパラグライダー、ここで。おいで、ぶつかった。いけ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 。
Oh shit. Look for first aid. まあ応急治療薬を見つけろですね。やばい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 。Might be some supplies on board. 多分あのヘリコプターの中に資源があるだろうからそこに向かおうって感じです。What about the other one? No, nothing. Gotta keep looking. All right, let's check around the chopper. I can't do that now. Where's the old man? 敵がいますね。I know what you're talking about. Please. You are lying. I know you escaped from here. Please. I don't. I need to lose some of your time.Oh, dear God. All right, hey, show's over. Get back to your post. All right, 一人。やり。あと二人。うい。ラスト。ヘッドショット。まだおる、まだいっぱいおる。向こうから近づいてくれるなんてなんて親切。一個。まあ、ここまでボロボロにされた状態でひたすら戦い続ける。ララクロット最強。おお、で、で、で、なんでダメージ食らったのかわからない。多分もう体がボロボロすぎて、アクション一つ一つちょっとするだけでダメージ食らっちゃうんでしょうね。さあ、この辺敵はいないかな。ああ、来た。オーライ。ケイ。もういないね。おっと。ここにおったんや。すごい。もうおらんな言うたらおった。めっちゃダメージ食らったし最悪。もうおらんよな。あった。ない。
Roth, can you hear me? Roth, 聞こえる? Roth? Roth? Lara, are you okay? Lara, 大丈夫か? I'm fine. 大丈夫? You don't sound fine to me. I'm fine, Roth.大丈夫そうに聞こえないけど大丈夫大丈夫。お前今どこにいるんだ。なんかよくわからん町にいる。俺まだ丘を降りてんのにどうやってそんな早くそこに着いたんや。話せば長くなる。そのゲートへ向かえ。やばい敵来た。来た。ファイヤー。All right. Nice headshot. Nice. Ho ho ho.いいね。あいつアーマー着てるな。銃で撃ってもどんだけおんねん。やばい。バラつくなー。やっぱりこれ接近戦にも打ち込むか。おいち。まだおる？おった。オッケー。なんとかノーダメージで切り抜けることができました。まあ、途中食らっちゃったけどね。この戦いはノーダメージだ。よし、おっしゃ。ほんじゃちょうど、25分30分ぐらいになりますと思うので、この辺で今回トゥームレイダー終了したいと思います。そろそろ戦闘盛りだくさんパートかな。また次回お楽しみに。 See you next time.